回はですね、前にも一度ご紹介させていただいたことがあるんですけれども、犬と猫のご飯屋さん、ペットフード販売士さんがいらっしゃるココさんというお店からお取り寄せした商品を紹介させていただきたいと思います。まず最初にこちらのレトルトになってるんですけど、このエゾジカダイスカット、これは内容量が 80g 入っています。お値段の方が569円です。で、これはサラちゃんだとちょっと多いので、これをだいたい4回ぐらいに分けてあげたらいいということなんです。だいたい2キロのワンちゃんで4回ぐらいに分けるので、まあ、5キロぐらいのワンちゃんだと、もう1日に2回に分けて食べさせてあげたらいいということです。で、隣のこちらの馬肉ミンチなんですけれども、こちらの方も同じように内容量が 80g 入ってます。税込みのお値段が429円です。これもですね、同じような感じで4回ぐらいに分けてあげたいと思います。で、お隣の商品、これなんですけど、これは乾燥したお野菜なんですね。で、いつも私、サラちゃんに、お野菜をあげるときに、いろいろなお野菜を切って、茹でて、トッピングなんかに使ってるんですけれども、これだと、いろんなお野菜が入ってて、お湯でふやかしてあげることができるので、すごく便利だなと思って今回購入しました。中に入ってるお野菜の方が、人参、ごぼう、キャベツ、小松菜、ほうれん草、大根の葉っぱ、あとブドウ糖が入ってます。こちらの方が税込みのお値段が880円です。で、隣の、これも前に一度揚げたことがあるんですけれども、ドットワンカツオ香りステーキ。これ前揚げた時、サラちゃんすごく喜んでくれたんですけども、こちらの方も今回購入しました。こちらの方が税込みのお値段が374円でした。で、それではですね、今からサラちゃんに、このお野菜をふやかしたものと、このエゾジカダイスカットっていうのを揚げてみたいと思います。はい、フードの方はいつもの半分の 5g を測りました。で、こちらの方にお野菜を入れたので、今からふやかしていきます。で、こちらの方にはエゾジカ 20g を入れて、トッピングして今から揚げたいと思います。はい、エゾジカの方が 20g 測れました。犬と猫のご飯屋さんココさんのホームページは概要欄に貼り付けてありますので、一度覗いてみてください。ホームページからお取り寄せをすることができます。ただ商品によってはお取り寄せをすることができないのもあるので、その場合は電話をすれば送っていただくことができます。このポチシリーズっていうのもあるんですけど、これはちょっと電話でお取り寄せっていう風な感じの商品です。で、こちらのドットワンカツオ香りステーキはホームページに載っていますので、そちらから注文をすることができます。それではそろそろご飯もふやけてきたので、サラちゃんにあげていきたいと思います。はい、サラちゃんのご飯ができました。いつものフードにエゾジカのトッピング、そしてお野菜をふやかしたやつをその上に載せています。で、今からサラちゃんにあげたいと思います。はい、サラちゃん、ごちそう目の前にいて、サラちゃんちゃんと待ってますよ。はい、サラちゃん、まだよ、お座りしてよ、まだよ。なんかもうほんまに100メートル走走りそうなぐらいの勢いで用意ドンしてるよね。サラちゃん、待て。はい、サラちゃん。はい。お父さんとここで。お父さんいいとこ取り。じゃあ美味しい。で、こちらのね、ココさんは、ペットフード販売士さんがすごくいろんな悩みにも親切に答えてくださるお店なんですね。アレルギーのある子とか、食の細い子、そういった方にもすごく親切丁寧にいろいろな相談に乗っていただくことができるので、ホームページに載ってないご飯についてもお電話をしたら、これがいいんじゃないかなとか、いろいろ相談に乗ってもらうことができます。食べちゃったね、サラちゃん。
美味しかった？さらちゃん、美味しかった？一緒？さらちゃん、美味しかったね。ごちそうさまでね。よかったね。美味しかったね。